教育という営みは、子ども、教師、保護者、社会の間のダイナミックな関係性と相互作用、すなわちコミュニケーションの総体として捉えることができます。本学の修士課程、人間発達教育専攻の教育コミュニケーションコースでは、教育におけるコミュニケーション課程を成り立たせている諸要因について、哲学的、歴史学的、社会学的、心理学的な観点から考察することにより、教育事象を互いに関連付けながら、全体的かつ総合的に認識できる能力を育成することを目指しています。そうすることを通して、従来の教育観や教育システムを問い直し、より良い教育コミュニケーションのモデルを探求します。多様な視点からの学びは、さまざまな知の発見でもあります。現職教員や学部卒の院生、留学生たちがコミュニケーションを重ねながら、共同して問題解決に取り組むためのスキルを習得します。教育コミュニケーション実践論は、本学の教育コミュニケーションコース担当教員全員が指導にあたる、このコースの中心となる基幹科目です。しかも授業の趣旨から、本コース以外からの受講生も参加し、多様な視点がぶつかり合うコミュニケーションによって、より創造的な学びの場が形成されることになります。受講生はオリエンテーションの後、班編成により複数の班に分かれます。そこでそれぞれのテーマ設定に向けた話し合いが持たれます。設定されたテーマに関連する具体的実践事例を絞り込み、考察すべきコミュニケーションの問題について議論を重ねます。必要に応じてフィールドワークを行い、最後に研究成果をプレゼンテーションします。班分けされたそれぞれの受講生は、あらかじめ設定された大テーマ、より良い教育コミュニケーションとは何かをもとに、具体的な実践事例を探し出し分析します。研究を進めていく上で、コーディネーターの大関先生から2つの要点が挙げられました。1、実践例を探求する過程で種々の文献を参照してほしい。2、話し合い探求の過程で共同的に問題解決に取り組んでほしい。これらを受け、3つの班が3週にわたって議論を交わし、それぞれの班のテーマを絞り込んでいきます。各班はそれぞれに分かれ、テーマに基づいた実践事例の探究に入りました。探究を深めていくための手法として、ブレインストーミングによるアイデアの抽出、 KJ 法を用いた情報やアイデアの集約といったさまざまな手法を使って取り組みました。こうした受講生全員の共同プロセスによる研究も、大切なコミュニケーション実践の一つとなります。その社員とお客さんとの関係がうまくできるようにならなかったら、育てたことにはならない。会社だったらお金のつながりがあるけど、青年会議所は人のつながりだから、目的とかをちゃんと説明して、明るい雰囲気だとか、例えばじゃあその校長先生が雰囲気を作り出してるっておっしゃってた、校長先生がその普通のこっちの学校の先生になれば不登校が減るのか、何が違うのか、そういうのが、まあ、好きな子もいたり、もちろんビシッとしてきちっとされてるのが好きな子もいたりとか、人数が少ないと逆に親関係の人間関係、子供にもそのまま影響してくるっていうのはすごく
感じたこともあるし、ポイントっぽいな、うん、まあ言葉っていうのは、うん、でもなんか微妙に工程を変えるんでしたっけ、うん、って話がありましたよね、うん、でなんかそういう曖昧さをすごくお酒作りに残してて、うん、だから科学技術じゃ、うん、統制できない部分があるってことをおかみさんが言われてたじゃないですか、うん、新商品作るのにそんな早口、そのコーディネーター3年でどうにかしろとか言うけど、そんなことできんっていう。メインは昼からのインタビューなんだけど、そうですね、私お昼撮るのに、各班のフィールドワーク、リサーチがある程度進んだ授業の中盤に、これまでの研究成果を報告する中間発表が行われました。中間発表ではそれぞれのチームのテーマを確認し、これまでの研究経過を報告するとともに、テーマに基づいて何を探究するのか、そのためにどのようなアプローチを用いるのかを確認し合いました。獲得する能力が企業や職場では学校とは違うのではないか。新人には仕事のやり方と仕事に対する姿勢を育てる、実践地っていう概念に近いのじゃんではないかなっていう話がついこの間ポンって出たので、まだちゃんと共有できてないので、まあ、参考になる論文などを見ながらみんなで共有していきたいと思っています。3つの意見をまとめました。1つはドラマやアニメにおける教師子どもの関係、もう1つは不登校支援について。教室環境カリキュラムです。今後の見学活動はこの3つのキーワードを焦点として活動を展開することに決めました。先ほどもあったんですけれども、再登校を目標としているとは言っていたんですけれども、その子その子に応じているところがありまして、もうその子がもうやっぱりそちらを向いていないというような場合には、やっぱりそういった声かけもしないし、そちらにはもう進めないというようなこともおっしゃっていました。技の伝承をテーマにしたいという案が出ました。それぞれの人が質問を付箋に書き出して、それをカテゴリーごとにまとめていく手法を用いて、何を質問したいのかを共有しました。でいいお酒を作ると、あの時には当事さんの経験と熱心が必要で、当事さんの存在はその会社には大きな安心を与えると、あの社長が言っていました。なかなか1回の、インタビューだったので、深いところまでは聞けなかったので、次に、していかないといけないことかなということで考えています。でどういったところでその上司と部下の関係として、そのコミュニケーションの取り方で違いがあったのかというようなことを伺いたいなと思います。もう初めのこの話し合いを、この中間発表では今後の探究から得られる結果や分析にどのような意義や価値を見出すことができるのか、また石膏の研究や知見と関連付けて探究することができているのかが話し合われます。大学院における学びにおいては、多面的な視点から研究の構想や構図を明確にしていくことが求められます。それぞれの班を指導する先生方も探究の進捗状況に注目しながら、参考文献や石膏研究を随時紹介し、より深い分析ができるよう熱心な指導が行われています。とにかくそれを、最後のゴールまで持っていかないといけないということで、もうそれで諦めきれない、諦めずに何らかの方法を。でこれからその実態調査っていうだけではなくて、そこからどう切り込んでいくのかっていう時に、どういう切り込みの道具っていうか、理論的な道具っていうのがいるのかとか、あるいはどこにのに絞っていくのか、だから全体としてこんな感じですというよりは、ここのところが特に面白いですよっていうところをこうピックアップして、そこにこう突っ込んでいくっていうか、そういうふうに進んでいったらいいかなというふうに思いました。はい、やっぱり現場の持つ力っていうのはすごく大きいなっていうのを感じました。もともと教室のところでいろいろなことを考えていても、やっぱり現場に行ったらその現場で何が起こっているのかっていうことにすごく惹かれた中で、問いを掘り下げていくことができているなって思いましたので、その調子で続けていってもらいたいなと思っているところです。各班とも非常に熱心にやっています。でそれぞれのチームで課題をもう少し鮮明に焦点化してもらって、そして自分たちの
テーマが何であるかということを明確にしつつ、でそれに応じた方法を取って、そして課題を浮き上がらせてもらえるようになれば、非常に良い探究になるのではないかというふうに思います。授業の終盤はこれまでの研究成果を報告するプレゼンテーションです。中間発表データ修正点を洗い直し、さらに共同作業を進め、この日の発表を迎えることができました。中堅社員への育て方は異なるのか。まず新人には仕事のやり方や仕事に対する姿勢を、それに対して中堅には部下を育てる指導姿勢を育てるというこの違いがあります。上司は部下とのコミュニケーションにとても気を使っているということが分かりました。地点地等は、主に3点があります。1つ目はローカルな状況に根付いている、2つ目はやってはいても言葉では表せない曖昧さ、3つ目は常に、変化の過程にある動的な地ということです。そのだんだん自分のやり方と会社の、方向性が近づいていくことで、その会社での実践値っていうのが獲得されたり、または発達したり、そのやり方が継承されたりするのではないかなと考えました。っていうふうにやりたいんですけどっていう、その不満でもないですけど、相談とかそういうことができるような環境づくりというか、そのコミュニケーションがなされるためにどういう工夫をされてるんだろうなっていうのが疑問に思ったんですけど、はい、何かこうこういうことしたいっていうのがあったら取り入れるよっていう姿勢はすごく持たれているところっていうのは感じます。視点を絞って指摘を指導教室に通う心に問題を抱える子どもたちと、それに関わる大人のより良いコミュニケーションについて考察することを通して、新たな側面から学校教育の在り方、何かこう学校教育にラックしているもの、欠けているものがその適応指導教室の中にあるのではないかということから、探求していきました。実際に訪問してみて、子どもたちの明るさであったり、アットホームな雰囲気、活気にあふれた空間というものを感じることができたのと、あと、さらに、子どもたちそれぞれが活躍できる場というものをが設定されているなというのを感じることができました。適応指導教室は子どもが学校や社会に適応できるようになるための場であると同時に、大人が子どもたち一人一人に適応する場という二面性を持っているので、持っているのではないだろうかと感じました。学校だよね、学校との関わりの部分っていうのがどうなっているのかというのがすごい重要だと思います。そのところはどうその窓口になる、生徒指導とか不登校支援担当の先生のこう熱心さっていうのはすごく自分たちとのこう連携の上で大きい役割を果たすんじゃないかっていうことをおっしゃってました。研究テーマは坂作りの世界において心や技、態度、あるいは人柄、これらがコミュニケーションの中でどのように伝わるのか。このビデオの中で歌っているこの方は歌いますけど、歌っている歌は毎朝4時に起きてお風呂に入り蔵に行って帰れる時の歌です。形式値かっこ数値化できる知識とは違い、五感を使って具体的な実態に対処していく中で獲得される知識、実践の中で知ることを通して現実的な知識となる。本当のコミュニケーションというのは、その無意図的無意識的なところからもっと深い意図的意識的有機的なものがあって、それが生成して機能するのだと思うと、その人間の能力にすごく楽しみが湧きました。当時が多分蔵人の中から誰かその後を継げる人を選ぶんじゃないかと思うんですけど、そのどのようにして見極めてその技とかその何ていうか組織みたいなもの、そういったものを継承していくのかっていう、その見極めはどういうふうにしているのかっていうのをお願いします。
ある、まあ、小林さんもその柱の時にもうそろそろかなっていうのは、まあ、自分自身でまあ期待されてるなとかっていうのがあるのかもしれないんですが、思った時にそろそろ当時の試験、まあ、自分も受けてみようかなっていう気持ちと、まあ、あの受けてみないかっていうちょっといろんなところ、まあ、指導組合であったりとか周りの方からのそういうちょっとあの助言じゃないんですがあったりとかして受けるということで、受けられたっていうことで、そういうことがあって、その試験の中にはこの前も発表にあったかと思うんですけれども、お酒作りのことだけではなくって、国の方に出さないといけないような、帳簿付けのことであったり、そういうこともできないといけないということで、言われていました。プレゼンテーションが終わり、改めて大テーマ、より良い教育コミュニケーションとは何かについて議論を行います。互いの意見や見解を交換し合い、この授業は終了します。自分一人では出なかったような結果がや考えが出せたので、チームでその研究していくっていうことができてよかったなと思ってます。コミュニケーションを取る難しさというのが分かったのもすごくいいことですし、不登校とか適応指導教室というのに興味を持ってて、もっともっと調べてみたいなと思ったことが、やっぱりこの実践的にやっとこの授業をしたことで良かったことかなと思います。こういろんな人の意見を聞いたり、こう自分の意見をこう思いを言ったり、それがもう本当に答えなのか着地点なのかっていうのは、もう自分にはまだよく分かってない部分も たくさんあるんですけれども、そういう経験ができたのは本当に良かったと思います。いろんな組織とか集団の中で教育とかコミュニケーションを考えていく時のあり方として非常に面白い視点だなというふうに思いました。今回つながりを持った適応教室の人々との その関係を1年なり2年間さらに在学して学ぶ間にこう生かしてほしいっていう願いはあります。みんなとっても積極的に取り組んでくれたかなっていうのが、まあ、もちろん中心メンバーはいるんですけど、まあ、それが一番良かったかなと思います。やっぱり興味を持ってテーマに取り組めたっていうのは一番大事なことかなと思います。まあ、そういう発表するっていうことによってさらに意味付けられる、なんだ自分たちがやってきたことは何だったのかっていうのが意味付けられるっていう、まあ、そういうことを繰り返したのが良かったかなというふうに思っております。そうですね、最初テーマを決めるときに班に分かれましたけれども、なかなかテーマを決めるっていうのは難しいプロセスで、最初はなかなか意見が出なかった班も見られましたけれども、少しずつやっぱり班の中に慣れてきて、自分たちなりに自由にこう議論ができるような雰囲気になってきたんだろうと思います。全体を振り返ってみると、皆さんとても伝えたい内容が豊富で、だからこう時間がいっぱいいっぱいになったんだと思います。それぞれ実践地とか身体地とか、あるいは暗黙地に関わる発表があって、やはりそういうものは学校教育ではなかなか取り上げられない地なんじゃないかというふうに思いました。教育コミュニケーションはもちろん教育コミュニケーションについて考えるということでもありますけれども、自分たちの班の中で、あるいはこの教室の中で教育コミュニケーションを実践しながら、その一体望ましい教育コミュニケーションってどうなのかを 体感してもらうということも大きな狙いになっています。まあ、その点で授業の狙いは十分達成できたんじゃないかと思います。受講生が主体的に行動し、探究していく学習方法は、多くの大学、大学院で採用されている学びのスタイルです。本学には、実際の教育現場を知っている教員経験者、そしてこれから教員を目指すために、より高い学識を得たい学部卒の学生に加え、海外からの留学生も多く在籍し、それぞれがこの授業を通じて共同を生み出します。そしてその結果、受講生は知的創造の醍醐味を味わうことができるのです。半年にわたる教育コミュニケーション実践論では、異なる経歴や文化を持った受講生の共同作業によって、理論と実践の結びつきが図られ、また課題解決へのアプローチにおけるコミュニケーションが
レベルの高いシナジーを生み出したと言えるでしょう。理論と実践の高度な融合を掲げる兵庫教育大学は、その果てしない学びの頂を目指して、今後も進化を続けてまいります。